間に攻め立てて、そこから9万だけは止めて、さらに転敗復活、うん、渋川さん、はい、かなりの芸術点ですね。そう、しかもめちゃくちゃ早かったですからね。よかった、待ち返したのかなぐらいの速さで、うん、いや、持ち点こそ現在3番手ですが、素晴らしいキレを見せました佐々木久人。もう残り筋のカウントとかしてて、ええ、次引いた無筋、特に U1 4枚目と6番とかもうダメだなってのを打ってる最中から決めてたんで、はい、あの速度で行きましたよね。いや、すごかったですね。しかも連チャンまでおまけでついてきましたね、はい、というわけで久人選手が連チャン中、何一曲一本馬ドラマトン。まあ、ただ久人選手にしてみれば、なんでしょうね、こう守備が決まるのもいいけれど、ね、点数増やしたいですよね。そうですね、今のはもうあの華麗な回し打ちもいいけど、本当ならチューンサクッと1万2000で上がりたかったですからね。本当ですよ。さあ上がれるか、運送あんこになった、うん、朝倉選手もまだまだ上がりが狙えそう。魚谷は初統一、うん、あと1枚泣かなかったんですけど、そうですね、形になってきたんで2枚目泣きそうですね、うん、おっと、内川も交換色のパワーワンツも、お、これは2ワン落としで、はい、ポンしていくですか、どうですか、ポンしていくですか、どうですか。チートイのイシャンテンでもありますが、うん、ペイがドラ表示牌なんですね。そうですね、トイトイ赤でまあ大体7700、うん、運が悪かったら3900みたいな、あ、5800みたいな感じで、はい、泣きそうですね。親番久人のこの手牌です、うん、やっぱりウーソのあんこがある分、チートイズの転牌できる牌が1枚少ないんで、確かに泣かないならもう早くウーソを切ってチートイツの目いっぱいにしたいですね。なるほど、ウーソを残しているということはまだトイトイの可能性を強く見ているなというところでしょうか、はい、強く見ているならペー、例えば2枚目出たらポンしそうですね、ええ、さあ今回は勝負に行きたい手牌の内川です、うん、久人は仕掛けられる牌がまだ出てこない、うん、とりあえず横分けしても縦で、そのようですね。老朽層の両面の部分は外していきました。チューンは1枚2枚入れの牌です。朝倉ちょっと手が悪すぎるんで安全牌持とうかなという構えですね。悪すぎるんですか、この手。悪すぎますね。 おそらく朝倉選手の感覚だと6巡目でこれはもう悪すぎると。なるほど、自分に厳しいですね。もうしっかりだって朝倉選手も本当に悪い手から打たないですからね。確かそれはもうこういう日々のセンサーのたまも、うん、ちょっとスワンコ、久人がこれであんこ2組イーシャンテン、スワンコ出てきた、数えちゃいます、いきましょう、分担しますか。僕まずイーピン数えました。2枚いますね、はい、じゃあ私チーソー1枚おります、はい、ローピン2枚、おー221、楽しみ221、あー来た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 、これある強気にリーシン、チーソー1枚。第3弦もめちゃくちゃ上がりそうだったけど、これもめちゃくちゃ上がりそう。ついに出るか、100万第1号追いついた、リアンスだ、追いついた、魚谷リーチか、初だと思います、これは。そうなんですか、一発で1万8000なんで飛んで打つとドラか、初すら打たない、より安全に現物3層切り。内川選手は行きたいけど、9番ぐらい切りますか、パー1が20面切れててワンチャンス、確かにこれぐらい行こうか、現物は3層、あ、抜いた、こちらもこれ大チャンス、大チャンス、さあ上がれそうな形の2人が道を譲ったぞ。ただこれトンがね、山に3枚あるんですよ。何、大谷選手トン引いた時だけ行きますよ。確かにここでパーソン抜いたらもう一人旅です、完全に。はい、魚谷の選択はどうなる、ローワンで粘ったらまだわからない、形を崩すのか崩さないのか、崩した、一人旅です、一人旅、ちょっと待って、三山ですよ、積もった時には数あんこ、三山ですよ、2021-22シーズン、レギュラーシーズンではついぞ出ませんでした、薬満匂い立ってる、あまりにも6、まだまだ積も版は残っている、枚数は減らない、しかみんな折り気味なんで、はい、最後までいけるんじゃないですか。この時点の山さん、渋川さん、何パーセントぐらい上がれそう。 95% ぐらい、そんなに。体感、皆さんどうか見逃さないでください。あ、ちょっと違う、ちょっと違う、チーソーとイーピン、チーソーとイーピン、
いやこれただね僕ちょっと思ったんですけど、はい、ですか、心出しか久保選手もいつもよりキルのゆっくりじゃないですか。そんな気がします。ちょっと手が震えてるかもしれませんね。噛み締めるように、はい、決めるのか魔王。いや違う、ゆっくり持ってくる、手元が狂いそうだ。積も6回残り積も3枚、はい、いや積もれば役満っていうこの気配、これ ね画面越しにもちょっと伝わってきますけれど、同卓者もなんか感じてるんじゃないですか。なんかいつもより丁寧だなみたいなのは思ってるかもしれないですけどね、わかんないですけど、ピャッと切る感じじゃないですもんね、うん、溜めぐぐっと持ってきた、いたー、出たー、来ました、1番の癖、いや、うわー、何個決まった、堂々とリーチして堂々と積も上がりました。初役満はやはり魔王だったか。はい、今季初役満コナミ麻雀ファイトクラブ佐々木久人。いやこれ大事な大事な時に親の数あんこ1万6000オール、3人が順番に2000予選積もって